どうも、キョウでーす。今回からミオの家のニャンコ、ミオのうちのニャンコなのかなっていうゲームをやっていくんだけど、これ普通に視聴者におすすめされて、何もわかんないままインストールしてちょっと撮ってみようかなって感じで今やってます。なんかストーリーがすげえいいらしいんだよ。だけどやっていくぜ。みゃー、ママと遅れちゃった。こんな雨の日にどうしよう。茂みで待てばママ迎えに来るかな。あ、タップ、あ、これもタップして進めていく感じなんだ。結構さ、アプリの、なんていうの、スマホのゲーム、この右下のタップして進めるみたいな感じのやつ多いよね。イベントを起こすみたいな。まあ、シェア、ここで俺はさすがに左下のシェアを押す勇気はねえけど。イベント。あ、来た、誰？ん？ちょっと待って。ちょっと、ちょっとごめん、全然笑うところじゃないんだけど、ごめんなさい。俺の動画を見たことない人は本当に申し訳ないんだけど、俺普段ね、実況とか実写の動画を上げた動画の終わりに、チャンネルの紹介の動画をつけてるんだよ。その時にかけてる BGM と、このゲームの BGM 全く一緒で、今、じゃあ笑ってしまったわ。これ俺がつけてる BGM じゃなくて、ゲームの BGM だからね。あの、フリーのやつ、フリーの BGM。ちょっと笑っちゃった。はい、改めてやっていきます。よろしくお願いします。ん？誰か僕を抱き、あ、つうかこれ猫視点なんだ。あ、びっくりした、俺人かと思っちゃった。ん？誰か僕を抱き上げてる。君誰？ちょっと、進めるやるか。これも多分、そうだよね。時間経過のやつだよね。食べられるのかな？うわ、桜綺麗。もう時期合ってんじゃん。桜の時期だからね、今。花見してる。チャラチャラ花見してるやつ多いんだろうな、今頃。何話してるんだろう。まあ、俺には予想できるよ。あの猫飼っていい？ダメに決まってんでしょ。戻してきなせみたいな、そんな感じだろうな、きっと。イベントやるか。あ、きゃもう今やってる。絶対そうだよな。僕は知らない場所にいた。ミオ、猫はダメ。やだ、飼う。僕を捕まえたのはミオ。そしてこの怖そうな人はお母さんというらしい。なるほど。まあ言葉通じないけど、猫として理解してる分ってことね。あ、もう一個ある。パパ、こういうの大体パパ優しいんだよな。え？今度はもっと怖そうなお父さんってのが出てきた。こんなとこやだ、お家帰りたい。え、パパ、パパどうした、そんなうなだれて。お前リストラがパパ。こんなところやだ。あ、これ進めればいいんだね。タップで見る。食べられるのかな。いいよね、この BGM。 よくない？結構落ち着くんだけど。溜まるのが、これ最初 10% 10% って溜まってて、次 5% ってなって、今 3% なんか 4% みたいな感じで溜まってて、多分ね、どんどん遅くなってくんだよね、溜まるのが。だから、もしあれだったら、ちょっとね、あまりにも遅くなってくようだったら、カットしていく感じで見やすいようにするわ。よし、OK、いいね。これでイベントがどうなるんだろう。お。あ、いいんだ、よかったんだ。よかったね。飼ってもいいって。ん？どういうこと？お家に帰れるってこと？やった！あれ？またミオが僕を捕まえる。やだってのに。すげえ喜んでんじゃん。めっちゃ楽しそうじゃん。すげえ嬉しそうじゃん。ミオが僕の首を撫でる。いや、やめてって。あれ？何これ？気持ちいいぞ。何これ気持ちいいぞ。ゴロゴロ。あ、これさ、動物飼ってる人とかだったらさ、より一層楽しめんだろうな。これさ、動物飼ったことねえからな。ゴロゴロゴロ。可愛く見えてくる。飼ってない俺ですら可愛く見えてきちゃうからな。お腹すいた。こっからなんかストーリーが、いいストーリーらしいから、もうどうなるんだろう、わかんねえな。じゃ、若干ちょっと早送りします。早送りっていうか、ペラッとカットしちゃいます。おっきゃ！オッケー！イベント！これで、パパが、お父さんが、寝床というやつを持ってきた。何これ？ふわふわで気持ちいい。はっ、こんなものには騙されないぞ。僕お家に帰るんだ。でも眠くなってきたよ。すやす。そう、こういうのって最初にね、でもこれきっとパピーはそんな否定してなかった気がするんだよな。だってこうやってパピーもきっと協力的だと思うんだよ。めっちゃ可愛い。すげえ可愛くなってんだけど。あ、遊んでる。猫じゃらしだ。こっちは？ご飯か。進めながらやるか。うわー。
めっちゃ食ってんじゃん。いいよなこうやって。いや動物な、俺も飼えねえからな動物。なんかさ言うじゃん、よく最初だけちゃんと飼ってそのうち放置しちゃうんでしょみたいな、そういう風に。まあ確かにそれ言われたら俺何も言い返せないんだよね。熱しやすく冷めやすい日本代表の俺からするとね、それ言われたらもう何も言い返せないんだよね。はい、すいません、もう逆らえません、ごめんなさいしか言えないからね。お、そんなこんな俺があれ頑張って必死にフリートークしてる間に 100% になるわ。行くぜ。お、わーボール転がして遊んでるね。あ、ケイトね。あ、ケイトのね、まん丸いの。あ、ケイト転がすとかやってるな、確かに猫は。ミオがケイトっていうまん丸いのを転がしてきた。何これ、面白い、飛びつけー。ためながらこれやるか。遊んでる。こっちは寝てるこれかわいいな、この猫。さあ、行くぜー、イベント。寝てんのか、これ。ミオが僕と遊ぼうとしない。風邪ってのになったって。なんだよ、せっかくスリスリしてあげようと思ったのに。もうしてあげないから猫の感情こんなだったら面白いんだけど。あ、もうすげえ元気、なんかもう、仁王立ちしてんじゃん、お前。すげえ元気になってない、ミオ。なんか俺、その仁王立ちの感じ、クリスティアーノ・ロナウドがフリーキック蹴る前しか見たことねえぞ。すごいな。あ、これもしかして出た。俺そういう乗り方しない。無表情やめろお前、ちょっとすげえ震えてる。トイレか。でこれは、あ、楽しく、あ、待って、これ進めながらやった方がよかったな。すげえ楽しそうじゃん。あ、 1% ずつになってる。じゃあせっかくだし、もう一気に、ちょっと待って、これもう一回見ていい？もう一回見ていい？ダメだ、なんか面白い今の動き。よーし、たまったな、やるか、イベント。こっからどうなんだ？いや、めっちゃ仲良さそうじゃん。この音、え？ちょっと、え、ちょ、今サウンド切ったんだけどさこの音なんなの？肉球を触る音なの？ミオが元気になって僕の肉をプニプニ触ってきた、気持ちいい。またミオと遊べて嬉しいな。これ肉球触るとこんな音するんだ、初めて聞いたわ。あ、なるほど、肉球の音じゃなくて今床をね、あ、びっくりした、肉球の音かと思っちゃった。床で爪を研いだらミオにすごく怒られた。伸びるから仕方ないのに、バカなんか女子高生の LINE の最後、喧嘩した後に彼氏に送ってるみたい、バカ。あ、すげえある。じゃ進めながらやろう。あ、食べてる、やっと食べれるようになった。わー、怒られてるし。こっちはちっちゃい。はい、相当仲良くなったんだろうな、このミオちゃんと。あ、え、そういう、何、遊びのアイテム、アイテムっていうかさ、そういうやつもあるんだ、俺知らなかった。全然動物事情知らねえからな。あ、待って、今何日目だ。1日目に出会って、あ、結構、あ、違うで、5月15から今8月から結構経ってんだ、もう3ヶ月ぐらい経ってんだね。おっと、溜まってた。やるか、イベント早っ。クソ早じゃねえか、お前。お庭で大きなトカゲを見つかえ、捕まえた。ミオ見てみて、ちょっとさ俺これは嫌かな、これ実際俺されたらちょっと、おい、おお、おお、おお、戻してこいって感じになるかな、さすがに。イベント、お、そのままイベントだ。すげえ走ってってるミオは悲鳴を上げて逃げ回った。せっかく喜んでくれると思ったら、まあだろうな、そうだろうな、俺もミオちゃんと一緒だ、それは。もう10月になってる、ずっと咲いてんなこの木。イベントで進めよう。お、なんだ、あ、大きくなってる。今もう一気になんかさ、本当に高校生ぐらいになってたよね。進めて
いつもいたミオちゃんがここにはもういないみたいな感じになるかな。あと特に見るとこないから、あと待つか、とりあえず待つか。これもう確実に 1% ずつになってるってことは、びっくりした、なってるってことは、なんかそろそろ終わりが近づいてるっぽいんだよな。あ、中学生になったんだ。ミオが中学生というのになった。部活ってのも始めたから帰りは遅いんだって。でもミオはずっと仲良しだよって言ってくれた。僕もミオが大好き。いいじゃん。もう2010年なんだね。2009年で最初に出会ったのがまあかなり前なんだから、そっか、小学生であって今もう中学生だったのか。お、これお母さんだよね。お母一体何をしているんで、何をしているんで、ちょっと何してんの。あ、これ進めればよかった。とりあえず進めるけど、こっからまだなんか特に進展がある感じじゃねえな。なんかこれ卑猥だな。さてと、溜まったんで、おっと間違った、またやっちゃったもん。何回も同じことやんだろ。やってくぜい、イベント。この頃ミオはちっとも遊んでくれない。スリスリしてもそっちのけ、寂しいな。まあなあ、中学生、待って、違う、2010年で中学生、中3になったからか。中3になった、2011、まあ、中3高1ぐらいの時期になってるから遊んでくれなくなっちゃうんだ。まあそういう風になるよな、さすがに。遊びたい年頃だしな、きっと。わあわあ、もうなんか死んだように寝てる。なんだなんだその動き。お、いいジャンプするじゃねえかお前。ずっと長い間この家にいるくせに、新たなそういう遊び見つける感じ嫌いじゃないぞ。確かに全然遊んでくれてねえな、ミオちゃん。ダメだろ、遊んでくんなきゃ。あ、これ、あ、できるんだこれ。俺的にこのツボ、ツボ、もう一人でやっちゃってるってことね、こういう遊びを。今までは一緒にやってくれてたけど、そっかそっか、なんか悲しくなってくんな。こっからどうなんだろう、遊んでくんなくなって、なんか俺嫌な、嫌な予感がすんだよな。お、あ、ミオが泣いてる。失恋ってのをしたんだって。ミオ泣かないで、スリスリ。まあなあ、まあ、高校生、もう2013、高校生だもんな。うわ、え、怒られたの。ミオに叩かれちゃった、僕が悪かったのかな、ごめんね。うわ、また成長するってこと。うわやだ、なんかさ、すごいこういうさ、なんか一人のさ成長はもうだ、もうな、もうね、もうさ全然何言ってるかわかんねえし、口回んねえんだけど、こういうのダメだわ、泣きそうになってくるわ。で大人になるんでしょきっと。うわー、すげえ、なんかちょっと美人風じゃん。あ、ちゃんと木が変わってる。進めよう、寝てる。おい、動け少しは。おい、ずるいぞ、そういうの入れてくんのずるいぞ、ちょっと。わあ、わざってだろうが、その寝る感じ。あ、もしかしてこれさ、年を取ってきたからジャンプできないってこと、単純にもう。そういうことなのかな、それともジャンプしてないのかな。なんかもう動かなくなっちゃったみたいになってるよね。たまったなー、やってっか。あ、おっと、いきなり、おっと、ちょっと待てよ、これ嫌な予感がするぞ本当に。ミオが久しぶりにご飯作ってくれた、嬉しい。でも最近あまり食べられないんだ、ごめんね。こっちでも遊べなくなってる。ていうか BGM がなくなってる。もう全然動くの遅くなってるじゃん。しかも食べない本当に。ていうかさ、なんか嫌な予感するんだけど、本当の嫌な予感する。ミオちゃんしかも結構スタイルいいな。はい、
100% になるんでやっていきます。こっからだよな。これラストなのかな。まだもうちょい続くかな。え、あ、病院か。あ、病院だ。あ、ミオがカゴを持ってる。病院に行くんだ。逃げなきゃ。あ、これイベント。持って数日って先生が言ってた。何のことかな。でも注射しなくてよかった。あれ、ミオ泣いてるの。また失恋。大丈夫、スリスリはしないからね。え、もう全然動かないし、すげえ静かになってるしさ。え、なんか悲しいよ、もう。この時点でだいぶ悲しくなっちゃってんだけど。さて、おーっとびっくりした。もう同じことやっちゃった。もう3度目ぐらいだ。やります。なんか終わりそうだよね。もう終わりそうな気がすんな。また病院？あ、また病院に連れてかれた。何度も。それもみんな違うとこ。なんでそんなに行くの？もういいよ。あ、これカゴの中？どこここ？入院って何？ミオどこ行くの？ミオ行かないで。あ、進める。うわ、ちょっと待って、これどう、え、これどうなるんだろう。最後どういう風に終わるんだこれ。しかもさ、今はさ、もうさ、タップして遊ぶとかがないからさ、タッチして遊ぶがないから、とりあえずここで待つしかないよね。でたまにはそことかないから、まあこのまま特にカットせず待っておきます。泣いてるし、すげえ泣いてるし。行くよ。ミオに会いたい。会いたいよ。僕が嫌いになったの？もう走れなくなったから？ご飯残したから？僕頑張って走る。ご飯もたくさん食べる。だから迎えに来て。あ、そのままだ。お、あ、帰ってきた。どう、の、待って待って待って、これどうなるんだ。ミオに抱っこされるのは大好き。おう、もう全然動かなくなった。本当にあれには興味なくなっちゃった。そろそろ終わりが来そうだな。なんかさっきからそろそろ終わりが来そうって言ってる気がするけど、今回は本当にそろそろ終わりが来そうな感じすんな。よっしゃー、やりまーす。え？あ、びっくりした。ごめん、何もしてあげられなくて。何言ってるの？ミオは僕と一緒にいてくれてるじゃない。ミオ、なんで悲しい顔してるの？僕走るよ。ご飯も食べるよ。ダメだ、動けないよ。でもやらなきゃ。ミオのためなら何だってするよ。あ、ミオちゃんな、一時期。そうだよね。ミオ泣いてるの？まあ、あれがあるのかな。そのさ、一時期さ、遊ばなかったからとか、すみません、それ関係ないだろうな。単純にいろんなことしてよね。まあそうだよね。二人ともすげえ成長してんじゃん。ミオちゃんはもうめちゃめちゃ大人になってるよね。最初にご飯食べてくれた時嬉しかったな。毛玉ソファーの下にいっぱい隠してたよね。お掃除大変だったんだよ。
私が振られた時叩いちゃってごめんね。変な生き物持ってきた時はびっくりしたな。もっと一緒にいたかったのに。うちに来てよかった。僕幸せだよ。ミオが大好き。あ、いっぱいいっぱい大好き。いやー、俺ね、走馬灯ダメなんだよね。もうちょっと今やばかったわ。過去の振り返り、たった30分ぐらい、20分ぐらいしかさ、このゲーム、ボリューム的にそんなすげー長いゲームじゃないのに、やばい。ずっと、ずっと。動物飼ったらもっと、来たのかもしんないな、ぐっと。すごいね、猫飼ってる人とか犬飼ってる人って、また生まれ変わってもミオと一緒にいたいな。そっか、犬とか猫とかさ、他の動物飼ってる人ってさ、こういう経験したこともある人もいるだろうしね。うわー、俺サボテンしか飼ったことないしな。しかもサボテンもげたしな。お、終わりかな。終わったー。面白かったー。なんか一つのショートストーリー見てる感じだったわー。いやー、猫ね、猫だったんだよねこれ。猫さ、俺あんまりそんなすげーまじまじと猫見たことないし、飼ったこともないからさ、この猫は可愛いんだよ。で、俺も自分のツイッターのアイコンとかを猫にしてんだけど、すげーキモい猫なんだなっていうのをね、再認識したわ。あー、よかったねー。なんかあの掃除機、なんだっけあの掃除機の名前、あれに乗ってる時がね、一番俺は笑ってしまったわ。動き的に好きだわ。あ、あれ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 、もういいね。動物、動物は大事にした方がいいということですね。皆さん分かりましたか。その前に私はですね、まずサボテンをしっかり飼えるところから始めたいと思います。今まで飼ったことのある生き物、マリモ、サボテン、この2つだからね。マリモに至ったら飼ってるとかあんのかわかんねえからな。そのままだからな。いや、面白かったな。なんかいいいい、こういう感じのたまーにやるのいいな。結構ね、最近ね、スマホのなんだろう、笑えたりすげえ難しいゲームあんまやる、あんまやるつもりないんだけど、笑えたりさ、こういうなんかいい感じの話だったり、怖いゲームとかショートストーリー的な単発だったり前編後編ぐらいで終わるのにやるのハマってんだよね。だからそういうのも結構実況でやっていこうかなって思っとります。まあ、何よりこのゲームをやってて一番衝撃を受けたのは、始まった時のゲームの BGM だな。そう、このゲームのこの今実況、この動画が終わったら、その、あ、来た、もう全員集合か。これで終わりかな。あ、プレゼンテッドバイハッピーゲーマーさん、ありがとうございました。おしまい。
かパート300ぐらいやった最後の終わり方みたいにすげえ悲しくなっちゃったわ。というわけで、以上です以上です。なんかしんみりしちゃった。皆さんありがとうございました。これからも結構いろいろな実況を上げていくんでよろしくお願いします。でこの後に流す自分のねチャンネルの紹介動画とゲームの紹介動画のね BGM が全く一緒っていうことにね今から流す動画で気づくと思う。というわけで皆さんありがとうございました。それではこれから本編始まります。どうもどうも。今みんなの画面には黒い猫とかがいるすげえ手抜きの何かが映ってると思うんだけど説明します。単刀直入に言うとチャンネル登録を良ければしてほしいんだよね。まずパソコンの人はこの画面上部のチャンネル登録はここをクリックじゃーっていうあまり面白くない分あまり面白くない分ここから飛べばね登録できるかと思います。次スマホの人は、動画説明文のチャンネル登録ヨロップ、もうこれに至ってはつまらないこれに至ってもつまらない文なんだけどそのね矢印の横にある URL そっから飛んでもらえればチャンネル登録ができるかと思います。それではチャンネル登録していただければ俺の肘とかもな肘が治る気がするんで別に怪我してないんだけど肘治るんでよろしくお願いします。